王国再建第12部、始まるよ。吸血鬼が利発しか弱になりたがってるわ。なんて言えばいいのかしら。より多くの人を定住させようとお考えですか閣下。人が増えれば客が増え、客が増えれば儲かる、金が融資し、みんなハッピー、それが民上の基本。テオがベテラン利発師だって知ってた。お兄ちゃんハサミで練習してるのを見たけどすっごく上手なの。前髪を整えるの手伝ってもらっちゃった。ちょっと髪型変えてみようかな。どうかな。待て、なんだって怖くないのか。知ってるだろ、あいつ吸血鬼なんだぞ。平気だよ。でもニンニクオイルトリートメントの大ファンにはなれないかな。そういう意味じゃないんだけどな、エリー。盗み聞きは失礼な行為だって。誰にも教わらなかったのかい。おっとごめん。素晴らしいですよね。こんな眺めのいい景色を見ていると生きがいを感じます。ラシキルは私の次の本で間違いなく取り上げます。子供は仲間を求めるか。ちょうどいい気分転換だ。今日は随分落ち着きがないな。ケルラは鈍った爪では戦えないだろう。いい指摘だ。それでトーテムはどうなってる。痕跡一つない影と不確かさ。ダメか。私は目覚め公開し狩りをする野生に呼びかけるが、野生は決して答えない。獣もいない。狩りは続く。血まみれの獲物に放たれた容赦ないサメのようにだが、私は耐える耐えるしかない。終わるまでは。だから今日はイライラしてるのか。そう、魂の痛みだ。手伝えないか、何か足りないのかも。これは試練の三択。耐えるのも試練。そう答えましょ。覚悟を決めるための試練。多少の試練であれば心地よいくらいだ。答えは出ないかもしれないが、探すことをやめはしない。覚えてるかもし、助けが必要ならその時は子ガモを探す。そうしよう。よし、じゃあトレーニングを続けてくれ。感謝する。私たちは似た者同士だ。共に終わりも確信もない挑戦を突きつけられた。子ガモは見せかけだと見て理解している。なぜ子ガモはそんなに自信満々でいられる。目的に近づいていないことは分かっているはず。なぜ不安にならないのか。俺はしないと思う。頼る。ただそうするだけの三択。未来がどうなるのか、いつどんな風に良くなるのか、俺にはわからない。俺にできるのは希望を持つことだけだ。そもそも泣き崩れていて何がなせる。立ち止まって何かできるか。終わりが見えないのは怖い。確かにそうだ。でも今の時点では始まりも見えていないだろ。こうして動き続けた方がいいと思わないか。そうだ、子ガモは正しい。感謝するぞ。私はこのことを決して忘れないだろう。シグニーイベント3終了。ガンガン好感度が上がっていきますよ。後藤さん、解放スキルは縛られぬ怒り。エナジーもとい、エンレイジの HP 消費がゼロに。パート12で突然スキルの誤訳が判明しましたが、私は元気です。交流の合間にハクスンショップへ。新しいアイテムは街づくり救済として部品が4円販売。他には武器も並ぶようになり、現在メンバーでは K グリフィスアリスのいい武器が行動とダメアップ。買っておきましょ。再び交流ターン。確かに時間を持て余してるよ。じゃあ出かけようか。あ、今日はいい天気。こういうのんびりできる午後は最高だね。ほんと日が暮れ始めて何もせずぼーっとしてる時が一日のうちで一番いい時間。そうそう、それに何も心配することがないしね。いつも思ってたんだけど、ラシキルからだと太陽がちょっとオレンジ色に見えるの。それはかなり興味深い観察だね。あんたはどうだい。特に時間に好き嫌いはない。朝が好き夜が好きの三択。男の子は黙って夜をチョイス。へえ、ほんとに。そりゃ意外だね。あんたはそういうタイプには見えないけど、その、あんたには私の言いたいことがわかるんじゃないかい。薄化粧、黒い服、くっきりしたアイラインと黒たっぷり。ピンときただろ。葬儀屋さんか。なんだいそや。ゲイお兄ちゃんって時々すごい鈍感になるよね。こんなに気軽に楽しめる日、私にはなかなかなかったと思うんだよ。思うに誰にでも息抜きできる瞬間があるでなけりゃ、私は遠に死んでるか狂ってるだろうさ。でも今逃亡中じゃないってのはすごい珍しいと感じるよ。地獄に居すぎて静寂を楽しむ感覚をほとんど忘れちまった。アリスに悲しき過去。この日常が続くといい。それは良かった。燃焼は別の三択。言えたじゃねえかを選択。全くあんたたちは優しすぎるよ。あ、これが人生最高だね。これにてアリス親密度3にアップ。上にレイネアリスの株が私の中で上がり続ける。報酬はレイジングインフェルノ、シグニーのパウンス同様、射線を無視して攻撃可能に。ただし主力スキルなだけあってコスト4と激おも、超絶便利なので使うと思いますけど。フームヘアスタイルをアレンジすることを目的とした邪悪な存在。本当に私たちは不思議な世界に住んでいますね。偶然の出会いですか。我々はお話ししたいことがあるのですが、今体調のほどは生き生きしている。どうぞどうぞ先に。我々は後で向かいますゆえ。親手はいないのか。よしじゃあな。おほほほほほ。わあ。なんだ。あ、怖かったでしょうか。後で行きますって予告からのドッキリは無理がある。優しい嘘見てわからないか。これっぽっちもの三択。時には優しさも必要。Right. 本当にあなたが。あ、いや、これは嫌味ですか。おほほ、なるほど。まあいいでしょう。もう少し練習すれば。あるいはと思いません。冗談ではありませんぞ。なんと恐るべきことか。ここに俺を呼んだ理由はそれだけか。あ、その家、はい、どうか怒らないでいただきたい。これは我にとってとても重要なこと。怖くなりたい、恐ろしくなりたい、評判を守りたいのです。吸血鬼という種がその私みたいだと。いや、はや利発師を目指したツケが回ってきたようですな。
悪いことじゃない理髪師で何がいけない継続しろの3択。理髪師は立派な仕事、髭剃りは気持ちいいを選択。何も悪くはありません。理髪師は我が生涯の夢。あ、しかし実現不可能なことばかりなのです。つまり理髪師というのは鏡と首の露出が多い。まあおほんこれで全てです。何かおっしゃりたいことがあるのなら別ですが、あ、我にはわかりません。な日光というのは全く好きではないもので。あ、そう、気まずいですな。これにて手を親密度1にアップ。言うほど親密度上がったか。手をの報酬はレバヌスリーチ、ドレッドランスの射程距離が2マスアップ。日光苦手の貧弱体質ですが、一応戦闘ユニットなのね。前回の訓練が実を結んだと言わざるを得ません。さあ訓練の続きをいたしましょう。さあ練習ありのみです。今回はいつもと違う訓練に挑戦しますよ。理由は防御のためこれから回避行動を鍛えます。よし、Great. いいですか、バッケン。さて帝国の専門家の中には攻撃こそが防御なりと主張する人もいますが、私は全く同意できません。どんなバカでも武器を手にし振り回すぐらいはできるでしょう。しかし受け流しの背後にある哲学は、戦いの流れを制し反撃の機会を得る。そう、それこそが田舎者と戦士を分けるものなのです。当然我々は再建を用いませんので選択肢は限られますですが、それで構いません。あれは松葉杖のようなもので直感を鈍らせる道具に命を預けるのは愚か者だけです。さあ自分の身を守って、上段下段中段の3択。開幕大技ぶっぱは基本。まずは上段ガード。素晴らしい、口気味もお喜びになるでしょう。もう一度いきますよ。再びの3択。上段の次は下段と思わせて中段か。素晴らしい、素早い反応です。ありがとう。本日はここまでにしましょう。良い演舞でした。ケイ様、次の訓練が楽しみです。これにてグリフィス親密度2にアップ。やはりケイ君育成勝ちぜ。報酬は勝利の雄たけび。おそらく挑発した敵を倒すとクールタイムリセット。前衛タンクコース、まだまだ続く交流タイム。む、うむ。散歩に同意してくれてありがとう。信頼に感謝するよ。勝手に決めつけるでない。我が輩はそなたの行動を観察し判決を下すだけのこと。判決？うむ。でも嫌気にしないでくれ。大尊敬する紳士の方々、ぜひお取引を。騎士様、お土産はいかが。その素晴らしい金の鎧を磨き上げる研磨剤など少々ご利用では。うせろ行商。わかりました、わかりました。興味がないならそう言えばよろしいでしょう。日卓。なんと厚かましい。答えよ、なぜそなたはあのようなものをのさばらせるのだ。連中は不誠実だ、ノームなど、そなたの信用を損ねる。相変わらずの排斥主義。白寸をかばうサービスに価値がある他の道をの選択。ここは公益サービスに欠かせないを選択。あんなものはどこでも見られる功利主義的な交渉に過ぎんだが、その正当化はそなたの将来をどう導く？そなたの誠実さや立場が危うくなるのはいつ頃であろうな。必要悪と呼ばれるが、本当に総科学など形がどうあれ言い寄ったり招いたり容認すべきではない。無策ではこの地に悪が根を張り成長を許すことになろう。ある日そなたは無力となる。知っていた世界は変わり、息苦しい闇に絡め取られ寛容なる聖人の御功は縄と返じる。それがそなたが残したい王国か。厳しいご意見ですが、正論には違いない。俺が決めるレバントならどうする、チャンスはあるべきの3択。レバント今日ならどうするんだをチョイス。我が輩ならば選ぶ。左手が背けば切り捨てるのみ、主義主張を妥協する、支えなど捨てるのだ。足かせになるもののない足で歩くことを学ぶのだ。さすれば正常なる道を進めよう。気をつければ良いなどというのは愚かなことだ。精神の腐敗はなかなか収まらぬ。人は過ちを犯しやすいならば堕落から保護せよ。悪徳ではなく美徳を育てるのだ。我が輩の話はこれで終わりだ。失礼。これにてレバント強親密度2にアップ。一方的に言いたいことだけ言うじゃん、アゼルバイジャン。報酬は防衛線の壁が3マスから5マスにアップする。板挟み、スロー、向こうの汎用スキルの2つ。どっちも今すぐ必要ってもんじゃないっすね。 Yeah, I'm telling you, for the last time, you can't set up shop here. This is a well-established business zone. Nobody needs your services. Is that so? I mean, potions, lotions, elixirs? That's so 6 centuries ago.Who needs those anymore, am I right? We understand each other, yes? No, I do not understand. Well, watch my fingers, for I'm about to send you one very clear message. Gentlemen, is there a problem? No, not a problem at all. Just a casual chat. There is no need to get involved at all, Sir Lauren.Sir Lauren? As in, Lord K. Lauren? Might you be the one in charge? Sometimes I talk too much. Indeed, that's me. And you are? I am a scientist. That's vague. It's a matter of ethos.
I believe in science. I exercise science. Hence, I am a scientist. Don't a competitor. What might that science be? Alchemy! I brew concoctions for any and every occasion. As questions, as answers, as problems, as solutions. There's a difference between a swamp herbalist and a devoted alchemist. I am proud to emphasize that difference. I see. And what does an alchemist require of me? A place to practice my trade! My previous laboratory imploded on all known planes of existence. An unfortunate kerfuffle among my assistants. Nothing overtly lethal, still unfortunate. A potion brewer. An alchemist, I insist. Right. Well, I'd certainly be glad to have you. I think an alchemist would be an excellent addition to our town. But try not to blow up anything this time, okay? Fear you not. Mistakes have been made. Mistakes won't be repeated. No assistance this time. It's easy to handle such delicate substances by myself. Less hassle, too. This is excellent. You are excellent. This decision is excellent. Everything is excellent. I'll get to work right now. Wait, wait! Where are you going? We need to get you a proper lab first. Consider staying at the inn, meanwhile. Ah, an inn. Does it have proper distillation facilities? I'm gonna lean toward no on this one. No matter. The inn, then. I will wait. A moment again? It occurs to me that you never told me your name. My name? This is getting weird. Why do you sound surprised? Surely you must have a name. Yes. It's Riel. All right. Riel. Nice to meet you. You can go now. Man, does that mask creep me out. ということで新たな住民、アルケミストのリエルがアスカリアで店を開くことに。く、錬金術師とは太ももがエッチな職種ではないのか。背景様、大手は訓練の続きを。そうだ、少しは技術が上がったかもしれない。進歩を確認するためにスパーリングに付き合ってくれるか。おかしな話だが自信があるぞ。さあどうする。できません若旦那、少なくとも今日は付き合いません。でも今日は特に用事はないって言ってただろ。何があったんだグリフィス。グリフィス、一体何が。様子が違うな。何でも話してくれよ。驚かせるなの三択。ここは何でも話してくれよチョイス。わかっています、ケイ様。それで。それで話すことは何もありません。今日は手伝ったり問題を見たりできない、それだけです。なるほど、そうか。それはいつものお前らしくないな。マジかよ、いつから俺に嘘をつくようになったんだグリフィス。そんな私は決して。確かに今のお前はひどくそわそわしているな。バッバカバカしい。そうか、じゃあ今日の訓練はなしだ。わかった、お前が何か気になることがあるなら俺はここにいるからな。なおも無言のグリフィス。日を改めよう、好きにしろ。信じているの三択。信じて待つぜ。Thank you. ご不満をお察しします。このような不都合は二度と起こさないと約束も。スパーリングは継続しますが今日は中止にさせてください。あ、もちろん。 OK。 グリフィスは秘密を守ってるのか。こんな信じられないことが起こるとはな。まさかケイ君一筋のグリフィスが黙秘するとは。気になる、気になりすぎる。報酬はストームオブアイアン、クレセントアタックが敵を後退させ、その場に嵐を生成。一旦通行不能に、敵に囲まれるのを防ぐ強化ですわね。今日は何の用だい旦那。愛をくつろいでてちょうだい。ちょいと先にやることがあってね。すぐ戻るよ。暇つぶしにパパとおしゃべりとかどう。きっと喜ぶよ。どうも。Hello. AI いい日だね。おっ、OK。Okay.いやどうも、ちょいと用事があら、お二人さん仲良しだね。へいパパご要望の品だよ。それとも一つおまけ、笑顔がこぼれること受け合い。あ、そうだ、タイミングが悪くてごめんだけど、旦那ちょいと待っててくれる。買い物を整理したいんだ。座っといてくれ。リュウカはバズの実の娘じゃねえんだ、知っとるか。うん、は？当時俺たちは小さな傭兵部隊に所属しとったのは運命のコインだ。心当たり悪化まさかな。とにかくダヌローバ公の反乱に対抗する連合軍強化のために雇われたのよ。最後の戦いの前の晩、明日は決戦突撃を指揮する予定でな。しかしだ、俺たちにさらなる難題が降ってはいたのよ。さらなる難題？指揮官は単なる力押しでは足りんとお考えになったわけよ。人の心を壊せば体もすぐにそうなると言い出したへ。その夜俺たちは三つの同時テロを命じられたのよ。公に賛同した三つの村をすべて焼き払えとな。村に残っておったのは戦えねえ女子供だけ、全員死ぬことになっちまった。突然ぶっこんでくるじゃん。それで戦争の話になるとムッとしてたのか。むごい話だを選択。何、あの頃はみんな頭がおかしくなっとった。効率的な選択肢に思えたのよ。面倒だったが効果的面。その後はお察し部隊にとって誇らしい瞬間ではまあなかったわな。
戦いは俺たちの生活で日々の糧だ。妖精は泣かねえ。そや給与に含まれとらんし誰も望んどらせん。だがバズは泣いた。ヤッコさんは同情したの。予想すべきじゃなかったがそうした。じゃあ龍華は、ああいうまでもねえ。その日が俺たちが舞台と行動を共にした最後の日だ。お待たせで何してんだい。何か手伝おうか。漁師だと聞いてるか。立ち話してたバズは何してるの。三択。一番上はデリカシーがなさすぎるのでバズのこと聞きましょう。いつも通りだよ。上機嫌でも不機嫌でもないそんな感じ。またお客に迷惑かけたのかいしっち。ほんのちょびっとな心配しなさんな。たく、何にせよ今日は俺が目当てできたんじゃなかろ。気にすんな。その妙に魅力的な大ジョッキに見とれちまうよ。ビビビビビビ、毎日浴びるように酒を飲んでも生きてんだから奇跡みたいなやつだね。これにてリルカ親密度2にアップ。人に歴史ありってやつですよ。後藤さん、報酬は会話での親密度上昇量アップ。これで絆上げがしやすく、おまけに弱体化無効のスキル。日数経過でロードマールシェブーのお便り第2弾が到着。内容はロードマールとシェブーの国境付近で農場を営んでいる夫婦からの SOS。 農場の植物は近辺のロードマール騎士団に安く買い叩かれていたのですが、ある日付近の堤防が決壊すると、シェブーから使者がやってきて決壊の責任を取りたい。魔法を使えばもっと作物が取れると主張。しかし今度はロードマールピルム騎士団がやってきて魔術師どもを追い出すから耳を貸すなと激憤。ラシチル平原の領主として力添えしてほしいとのこと。国境特有の争いだ。以前言ったように今はロードマールキャンペーン中。シェブーにはお帰り願いましょ。最後は街づくり。ミリの家を改築し、新たにリエルの店を建築。ぬわーん、長かったな。むおーん、領民の声に耳を傾けるのも大変じゃわー。といったところで今回は終了です。次回、第5次遠征。それでは皆さん、お達者でー。